さて、えー、っと、今日も、あのー、天才用の動画をね、動画っていうか、喋り、出しゃべりを、あのー、撮っていこうかなと思うんやけど、あ,あの、コメント欄に自分でコメントもしたんやけどさ、あの、ネタ切れなんじゃないかみたいな、なんかもうネタかぶってるしみたいな感じなんやけど、あのね、ぶっちゃけると、その、ネタ切れってまずないんやね。なぜならそんなに考えてないから、一個一個なんか、まあ、 あの日暮の話とあとそのやりたいことやろうぜみたいな話はあれは一応考えてたんやけどあとゆっくりの話と前のねあれはまあ確かに考えてたんやけどそれ以外の話ってまあ別に前から考えてたわけじゃなくてそのまあツイッター見てたりとかネットで見てたりとかしてまあそういう話題っていうかトレンドに上がってきてること。 のなんか気になったたたここととをを俺の言いたいことをただ言ってるだだけなんよだから、ぐだぐだになるし、うん、なんやけど、まあ、だから今回も特にぐだぐだの展開で、あのね、まあ、その、みんな、その、まあ、動物好きな人、まあ、みんながみんな好きなわけじゃないと思うけど、まあ、俺別にそんな好きじゃないけど、ぶっちゃけ <laughs>。全般的にね、全般的にそんな好きじゃないんけど、人間以外の動物はね。まあ、あの、鳥とか、あの、ね、あの、 子供の頃よくあの家の近所に実家のね近所に鳩がめっちゃたまってるところがあって、まあ、結構それをそのと戯れたりとか子どもの頃してたんであの鳥は割と好きなよね見てんのもその癒されるじゃないけどまあなんか普通の,その陸上生物でも多分そうみんなそういう目で見てるんかなと思うけど俺そのあんまり可愛いと思ったことないし。 まあしかもその犬に関して言う、俺犬と猫そんな好きじゃないって書いてあるけど、犬に関して言うと、その子供の頃に肩噛まれたことあるんや。まあ噛まれたことある人って結構いると思うんやけど、子供の頃ね。犬と絡みがあった人やったら、まあ野良犬に噛まれたってちょっとやばいけど、まあそれ野良犬じゃないんやけどね。その友達の家でか飼われてたやつが、まあ遊び半分で飛びついてきた感じなんやけど。 まあ言ったら俺もそんなにそのイメージ通りなのかもしれんけどそんなになんか機敏なタイプじゃないと思われてると思うけど実際そんな足速くないからそのその時にねちょうどそいつの家ってその家がその入り口が2階にあるんやねでそこまでなんかでっかい階段がバーっとあってでまあその下が庭になっててちょそんなに広くないけどちょっとした庭になっててそこに犬飼ってるんや。 でまあ、その犬が結構そのまあその俺のその家の友達もまあ結構その走るのが好きでその犬と一緒に走ったりとかして追っかけっこしたりし,してるからなのかその人見たら追いかけてくるんよその悪意持ってとか攻撃するために追いかけてくるんじゃなくてもう遊び感覚でその人が入ってくるとバーッと追いかけてくる追いかけっこ的な感じで来るんやけどその犬ね。でまあその感覚があってみんなそ,のそいつの家に入る時にダッシュで。 その2階の入り口まで駆け抜けて、まあ、その入り口の一番上の,その階段のね一番上のところでその扉があるところまで行ったらそ,のそこまではその犬入ってこられへんのよただその1個前の段までは来れるからそのリ,リードで繋いでるのがそこまでしか来れないようになってるから要はそこまでダッシュするっていうのをみんなやるんよ俺ももちろんやってんでも上がる時は案外大丈夫なんよ それれで噛まれたりとか追いつかれることまずないんや位置的にもだけど降りるときは当然その扉から出てきた時点でその犬は俺たちを認識するやんかその出てくる人間を認識するからその飛び出しのスピードが犬の方が早いんやその入ってくるときは犬がこっちの存在に気づいてへんから入ってくることに気づいてないからその、うん、俺らの方がそのスタートが速いからま,あまずその犬の足の速さ 今多分勝てないと思うけどみんななね勝てないけどそのスタートがだいぶ俺らの方が早くなって向こう気づくのが時間かかるからその分絶対追いつかれることないんやけど距離的にもね。なんやけどその帰りの場合は向こうが先に動くからまあね追いつかれがちな出口までは出,入あの出口の門があるんやけどその門まで。 来たらそれ以上はリードがつながってるからそれ以上出られへんようになってんねんけどその要は出口の門を越えるまでにその俺が一番後ろやったんよま,でまた足が遅いからさほんならちょうど足が一番後ろに俺がおったもんやからさちょうどその犬がさわーってその今度こそ追いついてやると思ったんかねちょうどこいつなら追いつけるって思われたんか知らんけど後ろからバーッと送り出きて,いてでその勢いで飛びついてきてで肩噛まれたっていうんやけど その本当に噛みつかれたのかどうかも俺もその目視で確認してないから噛まれたところ噛まれると思ってないしな。まあ要は飛びつかれたんよ実際そ。その時に爪でいかれたんかもしれんしワンチャンね。そのそこに関しては俺もちょっとはっきり覚えてないんけど言うてほんまにちっちゃい頃もうその小学校上がったぐらいの頃やからね1年生とか2年生とかそんなレベルだと思うからうん。やから そ,のそこまでそのはっきり噛まれた引っかかれたわからないんやけど、まあ、犬やから大体多分噛まれたんやろなって <laughs> その狩猟本能でなんか勢いでバッと噛みついたんやろなってう甘噛み程度やと思うよそんなに大きなしたわけじゃないから軽くガッと噛まれるだけなんやけどそれでもまあ痛いし、まあ、痛いのもそうやけど <laughs> 噛まれると思ってないから野良犬やったらまあそれは警戒するけどさ一応飼い犬やしだ。さすがに噛まれるとは思っってなかったかたら それを噛まれたもんやからさ、まあ俺もまあその時はまあいて,いてててぐらいで済ましたけどその場ではねなんか恥ずかしいやんそこで泣いたりとかしたらダサいやんか、まあ、一応男子やしないやその場ではなんかいてえみたいなまあでも大丈夫大丈夫大したことないわって言ってその場ではその日は帰ったんやけどまあ言うてもさ怖いやんそのトラウマにはなるやん言ったらその場ではその態度には出さんかったけどね だからもうそれがあるから俺結構そのちっちゃいもう子,子犬まあ子犬はまあそうでもないけど小型犬とかでも急に走ってきたりとかしたらもう嫌なんよ。もう来んなやってなるんよ。寄るなって思うんよぶっちゃけ。もう実際俺あの大人になって大人でもないけど二十、まあ、歳前後ぐらいの頃に実家でうちの母親がその犬飼ってたことがあってそれも小型犬なんやけど。 買ってたこともあって、うん、あれも結構まとわりついてるのもう嫌やなって思ってたんや <laughs> ぶっちゃけね、まあ、まだ飼ってるからまだ愛情,愛情じゃないけど、まあ、情があるからまあそこまで邪険にはしないけどその外にいるやつなんかだったらねもう寄ってきたらもうんほんまにあの攻撃したろかってぐらいその好きじゃないんやけどで、まあ、猫も一緒なんやけどね あいつらちょっとね臭いからね <laughs> こんなん言ったらちょっとかわいそうやけど <laughs> かわいそうやけどもうぶっちゃけねあーのー特にね、あのー、まあ俺の住んでる辺りももちろんそうなんやけどそのスラム街的スラム街っていうか、あのー、下町的な感じのところってさまあそのどうしてもその年齢層が高くなってくるやんか。 でまあ、俺,ら俺の住んでる辺りも今住んでるあたりもそうなんやけどその年齢層が高くなってくるとそういう人だって、まあ、結構そういうまあ友達がいないっていうかわいそうな人なのか何なのかわからんまあ単に動物好きなのかわからんけどまあ結構その猫が好きでさみんなでまあこの辺多いまあもともと人が住んでる辺りってどうしても多くなるやんかその食べ物がその簡単に手に入るから人があんまりいないところとか歩いてないとこやったらやっぱり 食べ物も手に入らないしほんでまたその好意的な人間が多いってなったら彼らとしてもやっぱね動きやすいわけやんか敵,敵持ったやつばっかりやったら攻撃されるからな寄り付かなくなると思うけど、まあ、みんなかわいいかわいいって言ってもらってたらやっぱどうしてもそこに寄り付くようになるやんか彼らもね。 で、まあ、その関係で、まあ、しかも餌ももらってるから餌付けされてる状態やからどうしてもその集まるしで集まったら集まったで、ね、子どね元気になったら子供産んで増えてみたいな調子でどんどん増えていくよねあいつらね。うん、でもうなんかその俺 <laughs> さマジでさあれ,あれやってるやつマジで害悪だと思うよね。 地域猫とかっていうやつなんかな、まあ、犬もそうなんやけど犬はぶっちゃけさそのさっき、まあ、その噛まれたりとかっていうことがその分かりやすく起きるからそういうでその懐いてる人には攻撃してんやろうけどその関係ない人が来た時にその不意に攻撃したりとかその、ね、不審だったりとか、まあ、そ,その犬にとってねなんか警戒心を向けられて。 まあ結果攻撃されたりとか、それで怪我したりとか、下手したら死んでしまったりとかね、ちっちゃいことがあったら。みたいな事件が起こるから、犬やったら。いやから、それが問題になるから、どうしてもそういう地域でその犬をほっぽり出してるわけにはいかないから、どうしてもまあそれはね、捕まったり駆除されたりとかするけど、それが猫ってなってきたら、あ,あいつら別にかまへんから、言って人が近づいたら逃げるやんか、どっちかって言うた。やから、その、うん。 あんんまりその問題にならなららいもんやからさ結構みんなまあ貼り紙とかはしてあるけどね「餌やらないでください」とかって書いてるけども「いやこの子たちは違うから」みたいな感じでさもうここにいる子たちやからもう私たちで面倒見てるんですみたいな顔してさババアどもとかがさなんか餌をバンバン置いててさでまあまあ、それ自分の家の敷地の中で買うんやったらまあそれいええけどさもう話し飼いには話し飼いっていうかもう買ってはないんよ。 ただ単にもうそこに餌を置いてるから、まあ、そいつらも,もう定期的に来るやんか言ったそこで行けばご飯食べられるからみんな来るやんかそいつらもでしかも安全やからそいつら守ってくれるわけやんかで、まあ普段はまあ基本的にねあの、うん、自由人,人じゃないけど、まあね、自由にあいつら動き回るやろうから買ってはないけど家にも買いさせるつもりもないんやろうけどっていうことはさ まあそれ裏返したらさ、まあ、要はその飼い主としての責任は果たす必要ないわけで飼ってないやかわけやからその地域にいるだけのやつやからでその好きな時にまあ来てくれるわけやから向こうが来たらさそれ餌食べるわけやんかで餌食べてたらその時に何か膝に乗っけたり見たりとか頭慣れてみたりとかしてさ可愛がったりとかしてさいい部分だけをさそいつらは享受してさで、まあ、そいつの悪い部分とかさ、まあそのね、迷惑をかける部分、まあ、しかもみんながみんな猫好きなわけじゃないしな。 言ったらまあその好き嫌いな問題だけじゃなくてまあいろいろ問題も起きるやんかそういうその汚れじゃないけどねうん,うんその金を持っていたりとかねするしだからさまあそういう問題もあるからでまあしかもそ,のそ,そいつらだって外で襲われるかもしれへんわけやかまあ実際襲われるやろうしで、ね、車にひかれることだってあるやろうしさ。 まあでもそういうそのマイナスな部分を全部取っ払ってそのしかもその買ったりするわけじゃないから別に餌代ぐらいしかかからんわけやきゃ餌代とまあなんか遊ばせる何かぐらいがそのあればそいつらと気軽に遊べるわけでしょ町に住んでるだけやからそいつらはねだから別に買う気はないけどとりあえず餌食わして増やしてみたいなでもうほんまにね下町のもう俺の実 とかもの、ま、実家の周りはそうでもないけどその辺りもそうやったんやけどそういう増やし方をしてるからどんどん増えていくんよね周りにうんでそのお前らが買ってるんやったらいいもう再三言うけどお前らが買ってるんやったらいいけど買ってないからもう街中でさそいつらうろついてんのさそのさ好きじゃないやつらがしたらさ <laughs> ほんまねめっちゃ言葉悪くなるよもう好きな人もごめんやけどあのうん ほんまね、害虫が歩いてるゴキブリとかネズミとかが歩いてるのと大して変わらんからね。ぶっちゃけね、うん。ほんまね、もう、姿見たらほんま追っ払いたくなるからね。俺、しかもね、この話な、なんで今、これ、まあ、ちょっと炎上狙いみたいなネタでもあるんやけど、あのね、この話は、俺昔ツイッター、その、ダークネスローズの赤で、今、その、別赤を2つぐらい作って、なんとかその、やりくりしたりとかしながらも、また、 ログインできなくなって次どうしようかって考えてるとこやけどまあそうじゃなくてもともと一番最初のこのダークネスローズの赤を使ってた頃にその俺がね最終的にそのバーンされたっていうかまあ永久バーンをねされた原因になったのがこの話題なんよその動物愛護関係の話でそのまあ今言ったように猫の話みたいなことをしてたわけよ話してたわけよ。で そ,のそういうね地域でこういう風にしていきましょうみたいなのをやっ活変な活動してるねなんかよくわからない団体みたいなのの,のツイッターの赤があって俺がそいつにさ文句じゃないけどさそのリツイートでさその茶菓子を入れたんよね <laughs> 正直 <laughs> それを入れたことによってさその愛護系のさなんか吉街道がさ湧いてきてさ んで、結果的にその集団通報みたいなんで、やられたんよ。結果的に。まあ、その、その間に何が起きたんか、俺もよく知らんよ、ぶっちゃけ。正直俺もさ、その、そいつらがめっちゃなんか文句言ってきたりとかしてたから、言ったらめっちゃ通知が来てたんよ。でも通知がうざいから通知切ってたんよ。で、通知切った状態で普通に、その Twitter は活動してたんやけど、通知切ってるもんやから、俺にリプ送ってきて、その、そいつらのアンチどもだけじゃなくて、俺に普通にリプ送ってきてる人のやつも見れてなかったから、 その間に何が起きてたかとか裏でそいつらがなんかみんなであいつ通報して潰してやりましょうとかってやってたのかそ,のそれについてよく分からんのやけどうんほんまにねまあその何事もそうなんやけどまあそのついフェミの話この前もしてたけどあの話あいつらもそうやしまあただあいつらはもう全体的に過激やからわかりやすいんやけどこの動物愛護系にはさ その過激じゃなくて普通に動物が好きなだけですよの人とあとなんかそのいわゆるさムツゴロウっていいでしょあのね、まあ、今も生きてるんやっけあの人 <laughs> どうなんや最近あんまテレビとかでも、まあ、俺がテレビ見てないっていのもあるんやけどあんまり見かけないけど、まあ、あの人昔からね動物王国ってやってるやんかめっちゃ動物好きな感じやけどあの人もどっちかっていうとそのめっちゃ興味があるんやね生態とか。 こうやったらこうなるんやこうなるんやこうなるんやみたいなことにめっちゃあの人って興味あるんよね。やけどそのただ単にその好き好きってやってる人たちとはちょっと違うんよねあの人の感覚的なもん。結構昔映画のドキュメンタリー映画とかで結構えげつないことをしてたりとかまあ内容は言わないよその好きな人の激 <laughs> 励に触りそうやからそれは言わないけどまあなんかちょっとえげつない。 をしその実験みたいな形こうやったらこいつらはどうするのかみたいな実験みたいなことをしたりとかね、まあ、その結果なんかその場合によっては死んでしまうやつまあ当時やから許されたんやろうけどねぶっちゃけね今やったらもう黙ってないやろうけど気違いどもが <laughs> <laughs>、うん、まあねそんな感じでそのまあねそういうふうに あの人みたいに一線を画する人ももちろんいるんやけど基本的にその動物好きって言ってる連中っていうのはまあもうほんまにかわいいかわいい好き好きみたいなところだけでやってるからそ,のそれ以上のこと考えてないよね俺それとさもうこれ一番気持ち悪いなと思うんやけどこれねよくそのあのね兄ちゃんこ,れこの話も結構ちょっとえぐい話になるから本当にそに調べないでほしいよ。本当に興味持ってそういういいグロいのとか ちょっととそれえぐいのとか見ても平気ですよ僕そ,そこまで別に動物好きじゃないんでっていう人だったら全然平気やけどちょっとでも好きやなかわいそうやなって思う人やったら絶対それ調べないでほしいんやけどろくなことにならないからあのまあその「生き物苦手番」っていうあの2ちゃん2ちゃんか5ちゃんかな今のスレがあってまあそことかでよく話題に上がって。 言ってるんやけどそのたちの悪いその愛護的な人間のね話をしてるんやけどあの、うん、まあねそのまあそのまあ生き物やから例えばもう飼ってて飼ってたらまあいずれなくしかも人間より寿命短いからまあ確実に数十年のレベルで長く生きてもね数十年のレベルでまあ亡くなるわけやんか。その 飼い猫がそそれをねよくその飼い主のそういう愛護の痛い人たちなんかさあの虹の橋を渡ったっていう <laughs> あれ気持ち悪いなと思って何やねん虹の橋ってビフ,レフビフレストかっていうね <laughs> 虹の橋ビ,ビフレストってあるけどあの北欧神話のそっから引っ張ってんのかなと思うけどなん,なんで猫が虹の橋渡らなあかんなんていうね <laughs> うん、よくわからない設定を作ってなんかねあれしてるんやけど、うん、まあまあそれでもまあそ自分の部屋というか家でねその大事に可愛がってそうやってしてる分にはね、まあ、気持ち悪いって言ったけどまあまあまあそれは好きにすればいいと思うし別にそれを咎める理由も全くないんやけどさっきその最初に言ったその外でねその地域で買ってますみたいな <laughs> その変なシステムは。 もうあれはマジでやめた方がいいと思うとかもうねそのこれ言ったらまたその愛護連中騒ぎそうやけどもうね今増えすぎてるやつは駆除した方がいいと思う <laughs> あのかわいそうとかって言うけどどっちにしてもやし正直だからかわいそうって言うんだったらお前らもう全部買えよってもう家ん中で全部買えよって、うん、外でふらふらさしてるんやから何されたって文句言われへんやんか別に誰が買ってるわけでもないんやからうん だから本当にかわいそうやなんかされたら嫌やって言うんやったらそのいい部分だけじゃなくかわいもう可愛いかわいいの部分だけじゃなくてさちゃんとその全部において責任取ってさちゃんと自分の家で自分の家にさい,いさせるって結構大変やからね言ってもそれあんまりめっちゃ大きい家があってさもうほんまにそれ専用の部屋を用意できるしその餌とかもたんまり用意できるような。 立派なとこだったら全然できるると思うけど家でっったりするってでも普通の家の人そのじいちゃんばあちゃんのさその一般人がさそんな一匹でさえきついと思うよ、うん、だからその現実的にそれを飼うってなかなか難しいと思うよだから難しいんやったらお前余計なこと言うな余計なことするなっていう話だよ <laughs> 何がかわいそうやねんっていう話やから、うん、そういうことじゃないやろっていう、うん、で迷惑だろっていう なんかね、あのー、まあそこれに関してはちょっと微笑ましい話でもあるんやけどまあさあのー、なんかねその餌かなんか食べてるのを、まあ、猫でも犬でもどっちでもいいんやけど食べてるところをさ <laughs>、あのー、まあ子供とかやったらわかるよ子供とかじゃなくてさでしかもそのじいさんって言ってもさじいさんばあさんって言ってもさほんま7080のさもうほんまよぼよぼの人じゃなくてさ まだその4050ぐらいのレベルの人普通に多分仕事してるんや仕事して帰ってきてるんやろうなっていう感じまあ時間帯的にもそんなぐらい俺が帰ってくるぐらいの時間やから多分そんぐらいの時間やから普通にその人も仕事帰りとかなんやろうけどまあなんかその野良のねやつ猫がねその辺なんか食べてるんよご飯かなんかねなんか誰かがくれたんか知らんけどなんかその発泡スチロールのパックみたいなやつに入れてねなんか。 食べてるわけよで、それを食べてるシーンをね。なんかあげてるわけじゃないよ。その,そのおっちゃんがなんかあげてるわけじゃなくて、その食べてるシーンをじーっと見てるんよ。うん。うん、何がしたいんやろうなと思うけど、もうちょっと微笑ましいけどな。それに関してはその字そのおっさんに関してはちょっと微笑ましいけど。うん。ただぶっちゃけ。俺の立場からしたら何何が楽しいの？<laughs> うん？ もうだってそのおっちゃんがおらんかったら俺も即座に追っ払っちゃうからもう <laughs> お前あっち行けよみたいなしちゃうほんまにまあねいや俺の周りにもさ好きな子多いと思うというかね俺も個人的にその買われてる子に関しては別に嫌いじゃないよ別に好きじゃないけどその犬にしても猫にしてもそうだけどそんなに好きではないよその喜んで自分が買いたいとは全く思わんけどその人が買ってるやつとか そのね、愛情を持って育てられてる子に関してはまあまあまあ可愛いと思うし可愛いっていうかまあ家族の一人としてね、まあ、俺もその実家に犬がおったこともあるしやからまあね別に、うん、それは何ともなんかその好きな人の気持ちも理解できないわけじゃないしかわいらしい顔はしてるやろうから生態 <laughs> が可愛らしくないけどなあんまり、うん、そんな感じかなあ ななんか微妙に時間余ってまままうけどなやけどどまやあまあこの話だけじゃなくてさまあね犬猫があんま好きじゃないってなんかその <laughs> それこそファン層が狭まりそうやけどななんか基本的にさ YouTube でさなんかそのまあ鳴かず飛ばずの人がやってもしゃあないやろうけどまあ そこそこ知名度はあるけど、全然そのそれ以上の人気が出ない、なんかいまいちパッとしないみたいな人がさ、なんか猫飼ってみました、犬飼ってみましたって絶対やるやんか。あれやったらなんか跳ねると思ってるやんか。で、しかもそれにまんまと乗せられてさ、しょうもない女とかがさ、<laughs> <laughs> あの、あかわいいとかつってそれ、その動画見てるんですよ。何が楽しいのかわかんないけど。お前それやったら自分でさ、その近所の猫かなんか動画回して家の中で仕事間見といたらええやんかって思うけど <laughs> まあまあそれはまあ,それまあ俺の個人の意見やから別にその好きな人は好きでいいと思うしあれなんやけどまあ何事もその好き嫌いの話じゃなくてその何事もそういう過激なやつとかさまあ,まあ過激っていうよりこれに関しては過激っていうんじゃないなどっちかっていうとその無責任やな。結局そのいい部分だけを享受して。 悪い部分は知らないよみたいな。別に私飼ってるわけじゃないからみたいな。<laughs> そうそう、そういうのをがまかり通って、まあ相手動物で生きてるから、別に、別にこっちが管理してなくたって自由に生きてるんやから別にいいじゃないみたいな。うん、いいじゃないんだったらお前も餌やるなよっていう話であって、私あげたいからあげてるんで、あげたいんだったらお前飼えよっていうね。もうどうやったって論破されるから、こんなんは。<laughs> うん、でしかも大体やってんの年寄りやからなもうあいつらだけはほんま老害だけはもうほんま早く滅びてほしいよ <laughs> ほんまにほんまね長生きなんかしたってろくなことないんだってマジで、うん、もう俺自身もそうやけどなもう俺自身もそんな長生きしたいと思わへんけどうんまあただね生きる生きないの話じゃなくてもう早く死ねっていう話じゃなくてさこんなこと言ったらまたグーグルに引っかかるけどそういう話じゃなくて あのうん、どっちかっていうとそのまあそうなるのは分かるやんかその年食ってくるとさ異固人になったり頑固になったりとかするのって分かってるやんか若い頃からみんな分かってるやんでそれみんな嫌いやんその頃って何であの人らはそんな頑固なんやろって思ってたのに自分がそうなったらそうなるやんまあそれはなるのはしょうがないよそうなるもんなんやから、まあ、ある程度はね、まあ、人によって個人差はあると思うけど。 そのまあある程度はどうしてもその自分の考えっていうものが定着しすぎることによってどうしても頑固にもなるし意固地にもなるしそのね長年生きてる分ねその自分を否定されたくないその自分の考えが正しいこう,でありこうであってほしいっていうのが強くなるからどうしてもそのそういう風にはなるんやけどでもなるの分かってるやん若い頃から散々言って嫌だって思ってるわけやし。 まあ自分が散々それを言われてきたから自分もしたろうっていうそのよくあるその結果そのミイラ取りがミイラになるみたいなケースなんやろうけどそれそれ分かってるんやったらちょっとぐらいなんか抑えられへん抑えられへんかっていうかちょっとぐらいその何やろうそのコントロールができないもんなんかなってやっぱその子供に戻るって言うからなその年取ったら。からなんかそのコントロールが どうしてもそのクソガキコ,あのコントロール効かへんやんかわけ分からんことするやんか多分それと同じ口なんやろうけどさただそのガキと違うのはやっぱ経験の積み重ねだけは絶対違うやんかそのガキには経験の積み重ね全くないわけやから好きそのわけ分からん行動する中にもさそのなこれやったらどうなるんだろうっていう好奇心があったりするけどその年寄りやったらその経験はあるわけやから。 好奇心で動いてるわけじゃないのになんでそんな突飛な行動するんやろうなっていう、うん、なんかそこセーブできないんかなと思ってそれに関してはまあ自分がそうなったらセーブしたいなと思うけど分かってることやからねいずれ自分がそういうふうに直面することは分かってるわけやから生きてたらね、まあ、早死にすれば話は別やけどうんまあねそんな感じやなだからほんまにそのまあ老害あとまあ愛護野郎 も含めてそういうね。その極端なやつまあ、好きなのはいいしさ。その可愛がるのもいいしさ。そういうなんか好きっていうか、そういう極端っていうかね。そういうのもいいと思うけど、何事もやっぱそういう風に尖っていけばいくほどね。やばいものが出てくるんやなってで、しかも。それがまた年食ってるっていうのがまたね。意固地にもなるからな。もう相乗効果でえぐいよな。うん。ただでさえ尖。尖 尖ったら尖っただけさやっぱりどうしてもその周りに味方が少なくなってくるからどうしてもその周りに敵が多くなるんよね自分のことを分かってくれない人間が増えるからそしたら余計固地になるからなうんそうしたらやっぱりもう自分の仲間はその犬か猫しかおらへんようになるんやろなそういうやつらは、まあ、その結果があれなんやろなと思ったらまあ哀れとも言えるけどねう そんなな感じでなんかもう今日もそのある方面に毒を吐いてやろうと思って「犬猫が嫌い」っていう <laughs> あの攻撃的なタイトルにしてみたけどさうんあんまでもあんま、まあ、こんなん作っといてないんやけどあんまこんなんでバズりたくはないよなバズったらなんかややこしいことでも実際俺それツイッター潰されてるからなぶっちゃけうーん まあ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 でもでも言いたいことは言わせてもらうんでまあそのためのツイッターもね収益のためっていうのもあるけど収益なんてまあ今の段階じゃさはるか遠くの話だからさできるかどうかも分からへんしそれやったらそれより自分の言いたいことやりたいことをガンガンやって俺もやりたいことをやろうってその人にやりたいことをやろうぜっていう前に俺もやりたいこと言いたいことを言おうって少なくともこの。 YouTube とか Twitter とかネットとかの世界では言いたいことを言おう、やりたいことをやろうって、まあ、リアルにはできない部分もあるけどね、その人目もあったりとか、俺の立場もあったりとか、もあるけど、少なくともこの世界は俺の世界やから、うん。このチャンネルは俺の世界やから。それはもうね、どんな人の意見とか関係ないうん。ほんまに。まあ、そんな感じで、えー、っと、今日も語りしててもらいました。思いっきり噛んだな <laughs>。えーっと、 うん、なんか最近毎日ちゃんとこれ、ラジオ配信あげれてるから、いい調子なんかな <laughs> もうちょっと登録者増えたらいいんやけど、こんな話してるようじゃ絶対増えないだろうなっていう。<laughs> うん、もうこびるのはやめようと思って。まあそんな感じで。じゃあ、ありがとうございました。バー。